はい、どうも、たらくちの無課金覇王ロード12球団編です。今回はですね、今日で、ログイン7日目ですね。はい、7日目になりました。今回は、コロシアム、コーダ王ですね。それの2日目と3日目の、結果の方を報告したいなと思います。ルーキーランクでエントリーしてまして、現在ランキング3位です。はい、ランキングの方を見ます。3位ですね。2位の方とは1ポイント差ですけどもね、ちょっと1位の方とは結構離れてるんで、もうちょっと1位は無理かなと思ってます。まあ、ちょっと2位にね、頑張って入りたいなと思ってます。で、まあ、内訳の方なんですけども、結構やらかしてしまっておるんで、1日目はね、結果報告、3日目が上げてないんで、2日目の、この、とこからですね、7試合目からですね、ここでいきなり0、高谷選手0いきましたね。はい、殿崎選手8、D ランクで、エントリーしてる殿崎選手が8ですね。で、中島選手も0と、まあ、これ非常に痛かったですね、0、2つは。で、平田選手が7、丸選手5、12試合目の鈴木選手が3、13試合目、松山選手7、14試合目の松田選手5、15試合目、清宮選手4、16試合目、高谷選手4、17試合目、殿崎選手3、で18試合目の中島選手が2ということで、ちょっとね、やっぱりなかなか難しいですね、センター返しも難しいですけど、まあ、まだね、ちょっと B ランクとか、まあ、D ランクも入ってるんですけども、ヒット打つ自体がね、ちょっと難しいんで、まあ、ちょっと低レベルなんですけどね。はい、まあ、現在一応ランキングでは2位につけてますけどね、暫定、あくまで暫定ですけど、やってない方もおられるんでね、暫定で2位ですけどね、まあちょっと1位本当難しいんで、もう2位狙いでいこうかなと思ってます。2位にはね、食い込める余地はあるんでね、1ポイント差なんで、それをちょっと頑張って、粘っていきたいなと。今日から流し打ちが始まりますんで、一番苦手としてる流し打ちなんですけどね、まあ、なんとかヒットだけでも積み重ねていこうかなと思ってます。はい、こういう感じですね。はい、ホームランも一応3本打てます。なんとか打てましたね。はい、契約書の方もありますんで、それもいきます。まあ、2枚あります。ゴールド契約書1枚と A ランク自治の契約書1枚あります。まあ、今まだね、全然何も揃ってないんで、ログイン7日目ですんでね、B ランクも結構大事なんで、ゴールド契約書ももう取ったらすぐ引いていきます。はい、それではゴールド契約書からいきますね。できれば A ランク以上が欲しいです。うん、 B ランクかな。あ、 B ランクっぽい。おお、 A ランク来た。 A ランク以上。うわー、 A ランク。おお、モヤ選手、オリックスですね。うわー、嬉しい。ゴールド契約書で初めて A ランクが来たと思います。はい、オリックス、しかも打者、ちょっと打者にね、 A ランク一人もいないんで、ちょっとこれは嬉しいですね。はい、良かったです。オリックス枠はで、 A ランク自治も契約書いきますね。一応12球団で、やってるんですけども、自治は一応ソフトバンクにしてます。はい、それでソフトバンクで引きますね。できればソフトバンクの野手来てもらいたいです。お願いします。こい、さあ誰来る。いやー、森選手2枚目もうかぶった。早くもかぶりましたね。そうか、まあまあまあ。いいですわ。はい、いきなりかぶったな、もう。はい、幸先悪いですね、こんなところでかぶるっていうのも。まあいいです。はい、今回こんな感じですね。一応、まあ、コーダ王の方もね、まだ何日かありますし、頑張っていきたいなと思います。まあ、2狙いになるんですけどね、頑張ってヒットを打っていきたいなと思ってます。あと、まあ、ゴールド契約書から A ランク打者のモヤ選手来ましたんでね、これちょっと良かったなと思ってます。はい、また動画上げますんで、見ていただけるとありがたいです。以上、トラキチでした。